では今回はアンチフェロマグネティック、つまり反共時性の計算方法について説明していきます。まず、今回 Chrome を扱おうと思いますので、まず Chrome のデータを NIMS のデータベースから取ってきます。 AtomWorks に入って Chrome で Search Materials で、Chrome は BCC 構造が安定ですから、 BCC は IM3/M の分類に入りまして、229のもの、こちらのものを選択します。そしてストラクチャーで、ここにありますダウンロードクリスタルストラクチャーデータシフファイルをダウンロードします。で、ダウンロードのこちらにありますので、こちらの名前を変えます。そして、新しいセッションを作ります。前回の続きから新しいセッションを作るには、チェンジセッションのボタン、こちらにありますチェンジセッションのボタンを押すと、最初の画面になります。で今回は Chrome なので Chrome で Create で Change Extract Current Directory Click to Restart Session になります。それで、まず新しく作ったフォルダーをディレクトリですね、ディレクトリに入ります。まずホーム、そして、こちらの HRPC8 なんですけども、この後に、この中にこの後 Win2K というものがありますので、この Win2K のディレクトリの、Chrome と書いてあるディレクトリを開きます。そして SIF ファイルをその中に入れます。そしてストラクトジェンのボタンを押して、シフからデータを取るようにボタンを押します。そして UselectedSIF シフ。でこれが終わったら次は、左側にありますシングル、プログラムというボタンを押します。でこちらの、スーパーセルというボタンにチェックを入れてエグゼキュートをします。でこちらのプログラムは、スーパーセルを作るために普段使うんですけども、今回は、空間群を1に戻すために、使います。そしてこのままエグゼキュートボタンを押して押します。で次に、ファイルズのストラクチャーファイルを除くと、スーパードットストラクトというファイルができます。これにチェックを入れてコントロール A コントロール C、 そして、ストラクトに、コピー&ペーストします。そして、こちらの、ストラクトアンダーバー i のものについても同じように、コピー&ペーストしてセーブボタンを押します。そしてストラクト gen に戻ります。そうすると、こちらで見えます、分かりますように空間が1になったものが現れます。その後、今回は、こちらの Atom1 の Chrome と Atom2 の Chrome をそれぞれアップとダウンで分けますので、種類分けをするためにこちらの空欄の中に1と2と番号を振っていきます。ここの部分、これまではここの部分を空欄としてきましたけど、ここを空欄とすると、この部分を空欄とすると同じ原子として後からウィン付けをまとめるように指定することができます。でこの後にセーブストラクチャー、そしていつも通りにオールドスキームドゥイット、そしてセーブファイルで、まず構造をチェックします。問題はないようですね。そしたらエグゼット、そして、イニシャルカルキュに行きます。そして、こちらに色のついた部分を順番に押していきます。そして、ここで、いつものなら、ノーを選択するんですけども、今回は Win2K に空間を見つけてもらうために Yes のボタンを押します。そして、この色についたものよりも上の部分のスタートストラクチャーのボタンを押します。そしてこの画面になったらビューストラクチャーを押します。そして構造を一度確認してください。ウィンツケが空間群を見つける場合に結晶構造が変わっていることがたまにあります。目的の結晶構造となっていない場合にはもう一度違う構造を選択することになります。
そしたら、またイニシャルカルクに戻ります。そして前回の続きから行うには、スタートウィズフェイズというボタンのこのボタンを押します。そうすると、前回からの続きから始まります。そして、このまま、ボタンを押していきます。そして、この場面では、初期のスピンの配置を決めます。ここに書いてあるように、アンチベロマグネティックの計算をする場合にはここにチェックを入れます。そして今回は、アトム1の、クローム1の方にアップスピンを、そしてクローム、アトム2のクローム2のところにダウンスピンを入れますので、ここに D を入力します。そしてエグゼキュートをします。そしてこの後は、しまったすみません D を押します。そして、この場合は、色のついた部分を押すんじゃなくて、この後次のボタンのエクスタートを押します。この先ほどアップダウンをして終わった後の後にはあとでもこの部分に色がつくんですけども、そこを無視して次に XL スタートのボタンを次の場面のところを進めていきます。そして、これまでと同じように順番に押していきます。そして K 点を選定、そして、スピンを入れるかどうかで Yes を選択します。そして順番にアップとダウンの色のついた部分を押していきます。そしてアンチフェルマグネティックの計算をするかどうかを聞かれますので、こちらを Yes ボタンを押します。で、この場面まで来たら、一度面倒なのですが、ストラクトファイルズにファイルズのストラクトファイルのボタンを押します。そして、ドットストラクトとついた部分を開いて、この部分をコントロール全体指定してコントロール C でコピーします。そして前の画面に戻ってクリエイトニューファイルのボタンを押します。そしてこの後にドットストラクトアンダーバースーパーグループと入力してクリエイトボタンを押します。そして先ほどコピーしたものをここにペーストしてセーブボタンを押します。これが終わったら、もう一度イニシャライズカルク、エグゼキューションのこちらのイニシャライズカルクに戻って、で、リスタートウィズフェーズのボタンを押します。そして、この一番最初の上の部分は、アップダウンのスピンを配置していたかどうかを聞かれますので、もうしていますから、ここは飛ばします。そして、この2番目のこのボタンを押します。そして、このボタンを順番に押していきます。で、ここは、先ほど、アップとダウンスピンの、変わる、ベクトルがどんなベクトルになるのか、つまり平行の方向の方向でどういうふうな方向に変わっていくのかということを指定します。 0.5 の方向に、アップとダウンが交互になっているということで問題なければこのまま押します。そして、このままボタンを押していきます。で、それここまで来たら、Run SCF に行きます。そして、スタート SCF サイクルのボタンを押します。で、経過を見るために、Utils の Show Day ファイルのボタンを押して、Reload in Reverse Order のボタンを押します。で、おおむね、このサイクルが大体、9から15ぐらいの間で大体収束します。経過を見ていきましょう。サイクル10で終わりましたね。で、大体、もっと大きな K を計算する場合にはもっと時間がかかりますが、それは、こちらに書いてあるこの開始と1サイクルでの開始と、あ、こちらの方がいいですね。この1サイクルから1サイクル間の間の、時間を3つも、調べて、そこに大体15倍した値をすればどのぐらいの時間で最終的に収束するかが分かります。ではこれの度数を見てみましょう。タスクスの度数、そして上から順番にボタンを押していきます。そしてこのオプショナルという部分は本当にオプショナルなので飛ばします。そしてこの2ネセサリーステップスのところを行います。ネッサリーステップスからやっても十分いいです。ここから始めてもいいです。上の部分は K 点を後から変えたいという場合に行うものです。
なので、経典を変える必要がなければこのネセサリーステップスからここから始めてもらってもいいです。そして、めんどくさいので今回はトータルだけにしますので、このまま進めていきます。でこのように得られます。ダウンの方もやってみましょう。この今回は、ね、ネセサリーステップスからやっていきます。でここはまあ共通ですので必要はありません。で飛ばします。で次ここそしてこのように出ます。上下両方出すにはまずアップに戻ってドスプロットでここにチェックを入れてプロットすると2つ重ねて見ることができます。まあ、アップスピン、ダウンスピン、どっちも同じような構造ということで、あまり変わり張りがしなかったですね。まあ、今回は以上で終わりです。他の形についても似たように計算すれば行えますので、同じようにして計算してください。それでは終わりです。